私は2003年から4年にかけてアシューセに留学してを取得しましまたその後は日本に帰国してコンサルティング会社を得た後と産自動車でですね現在は勤務しておりますアシューセで過ごした16か月はいろいろさまざまなことを勉強いたしましたがその中でも最も重要だと考えるのは多様性への尊重だと考えております。フランスにはですね さまざまな国、えー、文化そしてバックグラウンドを持った方々がかなりいらっしゃいます。そういう方々と要は、えー、多様な価値観を持った方々と議論するときに、私は常に、えー、相手の意見をよく聞いて尊重し、かつ自分の意見をですねどのように相手に伝えるかということを常々考えさせられました。えー、現在のお仕,事仕事でも。 かなり多くの国籍の方やそしてバックグラウンドを持った方々と同じように働く機会があります。時にはですね人人人ぐらいい集ままる会議の中で私一が日本人ととうことも結構ありますフランスでのですね留学経験を受けてですねそのような状況でも常に相手は自分と違うということを意識し かつ意見をぶつけて新しいいい価値を創造すするととうことに大変役立っています新しく今後フランスへ留学される方は日本とかなり違う文化そして考え方を持っている方々がいっぱいいると思うので是非フランスの世界に飛び込んでですね新しい自分を発見してほしいと思っております。